言霊のの力でであなたの人生を変えるコーチやものです今回のテーマは、他人はコントロールできない。だから自分を変えていこう。です。まあ、クライアントさんの話を聞いているとですね、まあ何人かの方は、まあ他人をコントロールしようとするような、そういう感じの悩みを持っている方がおられるんですね。まあ、これはもう前からそういう傾向っていうのがあって、まあ、そういう方が、まあ時々、うん。 ご相談にいただくんですよ。で、そういう方に、まあ、必ず言ってることなんですけど、まあ他人はコントロールできないんですよね、っていうことなんですよね。だから、まあ、あの人がどうだとか、まあ会社の同僚がどうだとか、家族でこういう人がいてとか、まあ、それはすごく深い悩みだし、うーん、気持ちはわかるんですけど、でも、だからといって、 で、もうそれはどうしようもないんですね。なぜならば他人はコントロールできないから。だから、変わるとしたら自分なんですよ。自分の方を変えていって、で、それで、まあ、その影響で他人を変えていくっていう方向ですよね。あるいはもう環境をガラッと変えちゃう。例えば、会社を変えちゃうであったりとか、まあ、家族の問題であるならば、家を出ちゃうであるとか。うん、こういうことを、 していく必要がありますよね。まあなんかこういう話を聞くと、えー、なんかひどいじゃんっていうふうに思う人も、まあ、いるかもしれないですけどね。だって相手の方が悪いんだから、なんで自分の方が変わらなきゃいけないのなんで自分の方が環境を変えなきゃいけないのっていうふうについつい思っちゃいますよね。だけど、これはそういうもんなんですよね。うん そういうもんだし、その他人をコントロールしたいっていう、その他人をなんとかしたいっていう、こういう悩みですよね。あの人がすごく問題あるから、あの人をなんとかしたいっていうこういう悩み。こういう悩みっていうのは、まあ、よくよく考えると、ちょっとおかしいんですよね。うん。なんとなく伝わってますかね。まあ、うん、例えばですよ。 他の話に置き換えたら、ちょっと分かりやすくなると思うんですよ。そうですね。まあ、芸人さんがいたとして、で、芸人さんがですよ、もしこういうことを言ったらどう思いますかってことですよね。なんかお客さんの反応が全然悪いんですよ。っていうふうに言ったら、どう思いますかってことですよね。あのお客さんたちおかしいよ。っていうふうに言ってる。 僕たちの笑いを理解してない。だから、あのお客さんたちが笑うようにするためにはどうすればいいか、みたいな。あのお客さんたちが変わるようにしなければならない。というふうに言ってたらどうですかってことですよね。これはちょっとおかしいよねってわかるじゃないですか。なぜならばお客さんが笑わないのは自分に責任があるからですよね。自分の芸に。 だからお客さんに笑ってほしいという、そういう反応を得たいなら、お客さんが笑ってくれるような芸を見せていく必要がありますよね。だから自分を変えていく必要があるんですよ。今の芸で受けないんだったら、じゃあちょっとここ変えてみようかな、あそこ変えてみようかなっていうふうにしていく必要がありますよね。そうすることによって、お客さんっていうのは笑うわけじゃないですか。うん。あるいは環境を変えちゃうっていうのもいいですよね。 自分たちの芸風がこの客層には合わないというのであればもう別の場所に移動しちゃう別のステージでやるっていうそしたら笑ってくれる可能性だってあるわけですからねだけどそこに留まり続けるっていうことを選んでるのはこれは自分の責任ですよね、うん、あのこれもし子供だったらまだわかるんですよ子供だったら環境を変えるっていうのはなかなか難しかったりするんで だけど、大人になってからはどういう環境で暮らすかっていうのは自分の意思で選べるわけじゃないですか。だからもう大人になってからはもう言い訳不要というか、だってその環境にいるのを選んでるのは自分でしょっていう話になっちゃうわけですよね。その環境が嫌なら飛び出るか、もしくは自分を変えていくかっていう。これしかないんですよね。 これしかないし、別にこれは、別にネガティブとか、そのマイナスな意味、仕方ないなっていう意味じゃなくて、これが本質なんですよね、うん。それはもうさっきの芸人さんの例で分かったと思いますけど、お客さんが笑わないっていうのはそれは自分の芸に問題があるわけですよね。お客さんのせいだっていうのはこれはちょっと違いますよね。だからこのことからも分かるわけじゃないですか。つまり全ては双方向ですから、エネルギーの循環で成り立っているわけですから、 だから、他人が、なんか、うん、自分の思うように動いてくれないなとか、うん、自分に対していろいろと言ってくるなとか、嫌なこと言ってくるなってことがあった場合に、それはやっぱ、自分にも原因があるわけですよね。まあ、例えば、悪口を言うとか、明らかなモラハラをしてくるとか、そういうのったまあ、相手が悪いですよ。明らかにそれ相手が絶対悪いんですけど、でも、いい悪いっていう基準ではなく、 どこに原因があるかっていう、そういう見方もあるわけですよね。で、そうした場合、まあ、その原因というものは自分にもあったりするわけですよ。自分に対してモラハラをするのはなぜなんだっていう。それはモラハラしやすい自分だからっていうのがあったりするわけじゃないですか。例えば、どこか依存体質であったりとか、自分で決断できずに、 まあ誰かがこう言ったからそれをやるみたいなだから常に誰かに頼っていたいっていうようなそういうようなスタンスで生きてるとやっぱりモラハラの対象にされやすいですよねだからそれは変えていく必要がありますよね自分で決めていくんだっていう自分の人生自分で決めていくんだっていうそういう人に対してはやっぱモラハラってされないんですよねうん まあ、うーん、自分で自分の人生を決めるってことは、例えば環境すらも変えるってことですからね。こういう環境に自分はいる。モラハラ人間がいる環境にいる。じゃあ、変えるよっていう。この環境を変えるよっていう。そういう雰囲気に満ち満ちた人っていうのは、あ、こいつはあんまりモラハラやると飛び出ちゃうなってことを感じるんで、 あんまりモラハラしないんですよ。まあ、うーん、なんていうか、一目置いてくれるっていうのかな。で、モラハラされる人っていうのは、まあ、ものすごくぶっちゃけて言うと、馬鹿にされてるんですよ。下に見られてる。まあ、いいでしょう、みたいな。モラハラぐらいしたって、大丈夫でしょう、っていうふうに思われてる。だからモラハラされちゃうんですよね。で、それは別に、まあ、 対抗すればいいとかそういうことじゃないですよ。モラハラされたんだったら、じゃあ生かしてやるとか、そういうことではないですよ。それってのは、もう逆に、モラハラされやすいですから、なんだこいつって感じで、よーし、面白い、やってやろうじゃねえかっていう、そういう心理が働きますからね、モラハラ人間は。すごく大好きですから、なんか、口喧嘩とか、議論とかそういうの大好きですからね、モラハラ人間って。だから、面白いじゃねえかっていう感じで、言い返すと、もう、どんどんやってくるわけですよ。 だからそういう意味での強さみたいなものではなく、まあそんなにモラハラするんだったらいつでもここ飛び出るよっていう。そういう、まあわざわざそういうことを口にはしないですけど、そういう心の芯を持っておく。そうするとそれって伝わるんですよね。伝わるから、あ、なんかあんまりちょっとモラハラをするのはや,やめとこうと。ちょっと一目置こう。みたいな。まあだから、ちゃんと配慮して対応してくれる。 相手の方は。うん。だ例えば、うん、自分でいろいろと決断するっていうのは、まあ、お笑い芸人ということで例えると、まあ、どこか、まあ、漫談みたいな、ちょっと歴史的な漫談の場所みたいなものがありますよね。ああいうところ、まあ、座布団敷いて、 なんかやっているような、そういう舞台ってあるじゃないですか。で、そういうところに来るお客さんっていうのは、まあ結構年配の人が多かったりしますよね。で、もしそういうところに普段自分は出ていて、で、受けないなっていうふうに思っているとするのならば、それは、まあ、その環境を変えてみてもいいわけじゃないですか。うん。 例えば自分が話してる内容が若者向けの話ばっかりっていうのであればそれはやっぱ年配の人にはなかなか受けないわけですよね。にもかかわらず、まあ、若者向けの話をずっと続けて受けないな受けないなっていうふうに言うっていうのはこれはちょっと違いますよね。それはやっぱり自分の芸風を変えるかだから年配の方向けのものに芸風を変えていくかもしくは舞台を変える。 その舞台を飛び出すすっていう必要がありますよ、ね、でそのどちらもせずにそこに居続けるっていうのはすごくおかしなことだっていうことは分かりますよねうんこうやって芸人さんに例えるとすごくよく分かるじゃないですか本当そんな感じなんですよ他人をコントロールしたいっていうふうに言ってる人ってのはあの人がこうだからあの人を何とかしたいっていうふうに言ってる人ってそういう感じなんですよね だ気持ちはすごくわかるんですけど、でも、それは本質じゃないよねっていう。ちょっとそれはおかしいよねっていう。で、まあ、さっきの芸人さんの話で言うと、まあ、年配の方がたくさんおられるような舞台で、まあ、普段、そのお笑いをしていたとして、で、そこに居続けるということは、やっぱりその、そこに居続けるメリットがあるからですよね。 それを感じてるからそこに居続けるってことを選んでいるわけじゃないですか。例えば、まあなんだかんだで出演料がもらえるであるとか、あるいは歴史的な、まあ、場所だからここは、すごく歴史が深い場所だから、そこに出演しているというのはなんかステータスとしていいのかなであるとか、うん なんかそういうメリットを感じてるからそこに居続けるわけですよね。つまりこれって依存してるわけですよ。依存。その、まあ、歴史ある漫談の舞台。そこに、まあ、ぶら下がってるみたいな感じですよね。ぶら下がってるみたいな感じ。 これって自分の人生を自分で生きてない状態じゃないですか。だからそこにぶら下がることを選ぶんだったらもうそこの論理でやっていくしかないですよね。もうとにかくここは歴史ある舞台であり年配の方がたくさん来るからそういう人向けのお話をしてって話になりますよね。だったらそのスタイルでやるべきなんですよ。そのスタイルで。まあそこにいることのメリットを感じてるんだったらそのスタイルで。 やるべきですよねだけどそこにいることのメリットを享受しつつでも自分たちのスタイルで受けたいっていうのはこれはちょっと違いますよねそういう場合はやっぱ飛び出る必要があるわけじゃないですか他のところでやるよっていう、うん、だからこれって本当にこういうケースって多くて 例えば家族内ですごく、うーん、揉めていて、まあ、例えば旦那さんがすごくもらはら気質で、もう嫌だと。で、まあ、奥さんが相談に来るみたいな感じですよね。で、その時に、まあ、なんでその旦那さんと一緒にいることを選んでるのかってことなんですよね。そんなに嫌だったらなんで一緒にいるのってことじゃないですか。これ よくよく考えたらそう思えることですよね。それ、なんか分かることじゃないですか。だって嫌な人とわざわざ一緒にいることはないですよね。まあ別に、うん、なんか物理的に拘束されてるわけじゃないですし、出ようと思ったら別に出てもいいわけですよね。うん。いや、本当そうなんですよ。よくよく考えたらそうなんですよ。 だけど、なぜかずっとその人と一緒にいることを選んでる。で、その人を変えようとしてるんですよね。うちの旦那さんがダメだから、どうしましょうかみたいな。で、話を聞いてると確かにダメなんですよ。うん。いろいろちょっとモラハラの度合いが強かったりとか。うん。でも、だからといってですよ。だからといって、うん、じゃあ、離れればいいじゃない。 っていう話になりますよね。あの、もし、愛があれば、まあ、その人を愛してるであるとか、そういう場合は、まあ、なんていうのかな、まあ、まあ、変えていきたいなと、その、旦那さんに変わってほしいな、なぜならば、愛してるから、ってこんなもラはら気質な感じじゃなくて、やっぱもうちょっと柔らかくなってほしい。そしたら、もっともっと大好きになれる、っていうんだったらわかるんですよ。 でも別にそういうわけでもない。なんか愛がある感じでもない。もう嫌いみたいな感じ。ほんと、ほんとそんな感じ。だったりするわけですよね。じゃあ一緒にいる必然性ってもうないじゃないですか。もう一ミリも。うん。なのに一緒にいることを選んでるわけですよね。で、それはなんでかというと一緒にいることによってメリットがあるからじゃないですか。何らかの。うん。 まあ生活面であったりとか世間体であったりとかそういったことをメリットとしてそっちの方を選んじゃってるわけですよねで自分を変えることなく、まあ、その世間体みたいなメリットを享受しつつかつ旦那さんを変えたいっていうことを願ってるっていうのはこれはなんかものすごくおかしなことだっていうのはわかります うん、だ本当、迷路に迷うんですよ、こういう人って。いろんなテクニックとか覚えたりして、結構、まあお話聞いてると、まあ心理テクニックの知識があったりとか、まあ勉強されてる人もいるんですよね、中には。こういう場合はこうですよね、とか。まあ、自己愛性パーソナリティ障害がどうだ、だとか、境界性がどうだとか。そういう、まあ、 うん、専門用語ですよ。そういったものを知っていたりであるとか、まあ、いろんな心理テクニックを知っていたりであるとか、ここはこういうふうに話しかけた方がいいでしょうかね、とか。だから、いろんなことを知ってたりするわけですよ。それはもう、やっぱ、うん、悩んでらっしゃいますから、ネット検索とかして、本も買ってみたりして、どういうふうにすれば変わってくれるかなってことを願っていろいろやってるわけですよね。だから知識は溜まってるわけですよ。 だけど、そんな知識いくら貯めても、やってることは他人を変えようっていうことですよね。だそもそもの見てるポイントが違うっていう感じなんですよ。そうではなく、取り組んでいくのは自分を変えていく方なんですよ。自分が変わることで相手が変わるか。それとも環境そのものを変えちゃうか。 うん、だって自分の人生は自分のものじゃないですか。他人のものじゃないですよ。家族のものでもないし、世間様のものでもないし。まあ、だから世間体みたいなことを気にするってのは自分の人生は世間のものだって思ってるってことですよね。うん。でもこれはおかしいわけじゃないですか。 あの、もし世間体みたいなことを気にして、その自分の人生は世間のものだっていうふうに思ってるんだったら、悩みすら持たないはずですよね。だって一応、まあ、例えば同じ家族って感じで収まっていて、まあ世間様から見れば、まあ、いいんじゃないのって雰囲気にはなってる。で、別に世間にも迷惑かけてるわけでもない。じゃあいいじゃないですか。なんか問題ありますかって話ですよね。 ででも問題を感じてるわけですよねそれは自分が不満だっていう。ってことはやっぱり自分の人生は世間のものじゃないっていうふうに分かってるってことじゃないですか。だったら本来の,、うん、その自分の人生は自分のものだっていう認識に立ち返って自分でコントロールしていくんだってだから他人はコントロールできないから自分にコントロールできるところをひたすら取り組んでいく。自分を変える。環境を変える。うん、こういう。 方向で考えるのがものすごく。当たりあの、本当そうなんですよ。欲を考えたらこれが当たり前なんですよ。だけど人って割とそこがなかなか分かんなかったりするんですよね。まあ僕も分かんなかった時代があるんですごく、うん、分かるんですけどね。そういう感覚っていうのは。だけど、まあどこまで行っても。 うん、自分の人生は自分のものなんですよね。だから、自分でコントロールできる部分をひたすらそこにエネルギーをかけていくっていう方向で考えていった方がいいですよね。まあ、人生はいろいろですけど頑張っていきましょうね。あなたが進化するメルマガやってます。詳しくは概要欄から。